はい、皆さんこんにちは、今日はですね、久々に今更シリーズやっていきたいと思います。今回やっていくのはバーニングスカイ、エールソレイユがね手に入るクエストですけども、まあやってみようか。一応メンバー構成こうね、ドラえもん、じゃあドアスルしたわ。アーサーね。で、ラプンツェル、天売り、っていう感じでやっていきたいと思います。はい。まあ別にラプンツェルは、別にラプンツェルじゃなくても、別に何でもいい気がするけどね。はい。さあ、これはね、昔のクエストにありがちシリーズの一つとして、エールソレイユは火属性なのに、水属性で行くと、雑魚的にやられるっていう、昔ながらの一丸パターンね。うん、なので、皆さんそこは気をつけましょう。だからそのエールソレイユのことばっか考えると、途中でね、だいぶしんどい目に遭うっていうのがこの昔のクエストの特徴ね。うん、これちょいちょいさ、古いクエストやるからさ、まあもうもはやみんなもね、気がついてきたパターンだと思うけど、昔はこの手のパターンは割とあったわけですね。はい。でね、こうギミックがね、やっぱ結構もう割とふんだんに出てくるんだよね。まあ、古いクエストだから、やれ、なんかそのワープとかさ、地雷とか出てこないんだけど、うん。まあ、まあその分かりやすく難しくしてくるわけだ。うん。なんで、ちょっと注意しないといけないんだね。うん。ちょっとまあ、亀食えだから、適当にやっちゃいます。はい。で、あ、ちなみにだけど、じゃあいつの、エールソレイってそもそもいつのやつなんだって話だけど、まあ、カスカードアミュールとか、フルールとか、ブルシエルパンとか、バイオレットロア、ビオレットか、ビオレットロアとか、辺のモンスターの一応並びなのね。だから超初期。この一個前が、その水木奈々美とかの番号だし、図鑑で言うとね。あとは、このシリーズの次が、ネルソンとか辺だから。だから本当にもう初期も初期の、キャラなのね。エールソレイユってそもそもの話で言うと。ただ、ちょっと待って、もう、そのさっき言った話の一つが出てきた。ほら、ダメージウォールと重力バリアがどっちも出てくるっていう。これもう、一番嫌なパターンね。うん。で、当時そんなさ、ダブルアビリティ、アンチダメージウォール、アンチ重力バリアってモンスターはいなかったわけだから、どんだけここが過酷なクエストかっていうのがわかるわけよ。うん、動きづらくなる。そしてダメージを食らう。まあ、ダメージウォールでね、にしといた方が、まあ、安牌ではあるんですけどね。うん。そう。で、これ、まあ、初期のモンスターなんだけど、やっぱ、エールソレイユって、性能がめちゃくちゃいいんだね。うん。だから、当時も、こいつもう、はちゃめちゃに強かったから、今でも強いよ。全然今でも使える水準の捨てはしてんのね、こいつ。うん、で、昔はよくあった、このパーツシステムね。なんか謎のパーツが本体を守っているっていう、システムだから、V 破壊みたいなのとかもできるし、ちゃんとこれ、なんか壊れた状態とかにもできるわけね。うん。はい。まあ、だからちょっと今、そう、リミック的に言うと、だからその、結構ね、ラプンツェルはダメージオールが出るとちょっと危うくはなる。というのはありますけど、別にあんま気にしなくていいよね。はい。まあ、適当に友情が強いやつで、バンバン当たっとけば倒せるから。レーザーがあるしね。だから昔はきつかったけど、今はさ、アンチダメージオール、アンチ重力バリアっていうキャラクター多いから、そんな難しくもないの。その逆に言うと。それで固めときゃ、まず、変なことは起こらないわけだから。うん。
さあ、まあこれは友情コンボかな。待って、ザクッとね、ザクザクってやっちゃいます。このような形で攻めまくる。はい、まあエールソレイユの難点1個あげるとすれば友情じゃねえや、そのストライクショットがまあランダっていうとこぐらい、うん、ちょっとまあそこでなんかバランス取ってきたかなっていう感じはあるよ。はい、まあ、こんな感じでまあ、アーサーがいれば楽な気はする。レザバリとかないし。おっと、これきついぞ。こういうことが起こりうるから、アンチ重力バリア持ちだけだとちょっと危ない時が来る。早めに倒さないと。はい。で、まあでもここまで来りゃ、もう大概安心。この、アーサーのストライクショットだけでめっちゃ持ってくから。バーン。はい、127万とかね、持っていくし。これでも撃つ必要ないけど、もちろん、これも強い。はい。って感じで、難しいクエストではない。そのしっかりね、リミック対策しておけば、難しいクエストではございません。ちなみにロボット族ね。ロボット族だから、あれね、キラーが乗るラプンツェルがいるわけだ。はい。さあ、まあ、こんな感じでね。4ドロ、うまいね。うまいです。4ドロしました。はい。ね。クリアタイムはちょっと、まあ、いろいろ喋ってたっていうのもあって微妙ですけど。はい。まあ、こんな感じで、サクッと、クリアできますね。でよ。あ、じゃあ一応ね。この前、もう溜まってたんだけど、せっかくだから動画でやろうっていうことで。エールソレイユは、だいぶ番号300番台とかだから、ここだよね。はい。これがエールソレイユね。ちょっとレベル1のままだけど。うん。まあ、これも普通に強い。ただ僕が、作っときたいと思えるのは、別にエールソレイも強いのよ。強いけど、僕がやっぱ作っておきたいと思うのは、やっぱエールソレイユ X なんだね。ちょうど完成。ちょうどつうかオーバーしてるけど。はい、これで、エールソレイユ X の運極完成です。はい、ありがとうございます。はい。こいつがやっぱ強いんだよ。エールソレイユも十分強いんだけど、エールソレイユ X がやっぱ強い。で、まずこのステータスね。HP がだいたい2万2000ぐらい。で、攻撃力もだいたい2万を超えているし、スピードもまあ300台いっている。まあだから隙がないよね。全部、かなりバランスよく高い。そして、アンチ重力バリアを持ちつつ、光属性耐性。まあ、そもそも闇だから、火、水、キーとかには、まあ、普通に連れていける。不利は取られないと。ね。不利にはならない。有利取られない、不利にならない。ほんで、光属性耐性がやっぱ強い。闇属性をさ、光属性のね、クエストに連れていくとさ、大体、こっちもあっちも、倍率かかっちゃうから、まあ、殴り合いになるわけだ。けど、光属性耐性があれば、まあ、トントンぐらいには持っていけるわけ。こっちが B 有利ぐらいにはね。うん、までは持っていけるから、まあ、リスクがないってことね。うん、になるという。この使いやすさがやっぱりエールソレイユ X のいいところ、じゃないかなと。で、まあ、最近、ってほど最近でもないけど、当人のね、カルマとかにも、運枠として連れていけたりするから、まあ、割と活躍の場は広いというね。うん。持っといて損はなさげな、モンスターではないでしょうか。運枠としてね、運極として、
持っておいて全然いいモンスターだと僕は思います。はい。ということで今更シリーズ、エールソレイユ X でした。普通にアーサーとか、テングリとか持っていけば、まあ全然苦労せずに倒せると思う。なんかうっかりそのアンチ呪力バリアだけしか持ってないやつとかでダメージオーラ入るとまあまあ痛いんだけど、そうじゃなければまあスイスイ倒せると思うんで、うん、すぐ運極、まあ初期回ってりゃすぐ運極できるんじゃないかなと思います。はい。ということで、あ、そうだ、じゃあ一応ね、今の運極数何体ですかっていう質問とかもたまにツイッターとかでもらうんで、ちょっとだけ紹介しておきますか。ね、これで多分42体目かな。うん。多分。まあ、最近の言うとこんな感じになるよね。うん。ドラえもんで3体増えた。FF で1、2、3、4、4体増えた。とかね。まあ、イベントのやつとかもあるし。これで確か42体目ですね。うん。多分次はね、ティーガー X じゃないかな。ティーガーはこの前やったんだけど、動画で確か。けど、なんか知らんけど先にエルソレイユやっちゃったから。これからはちょっとティーガーを運極に先にするとは思うけど。うん。ちょっとやっぱドラえもんイベントとかがあったりして、なんか初期を回れるほどスタミナがなかったんだね。うん。だから、ちょっと普通に運極するね。まあ今までのモンスターのペースはちょっと遅れてたんだけども、まあなんとか、運極1体またね、使いやすいモンスターを追加できました。はい。という感じになっております。で、まあボックスについてもね、多分みんな、僕が持ってるガチャ限定のモンスターってどんなんだったっけっていうね、のが、ちょっともう一回知りたいっていう人もいるかもしれないというか、まあそういう、メッセージもちらほら来ているので、ちょっとそれもね、まあ近々紹介できればとは思っております。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回。うん、T が終わらせたら次どれにするかっていうのが結構悩みのちょっとね、ポイントではあるんですけども、まあ、やっぱここで言ってるのはやっぱちょっと使いやすくて取りやすい、まあ、そんなモンスターを順番に取っていきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。